大和ハウススペシャル地球ゴージャスプロデュース公演ボリューム14ザ・ラブバグズ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いるいる。お疲れ様です。はい。はあ、いやー楽しかった。今日ゴリと初めて。あ、初めてか。ゴリと初のカップルです。疲れた。お疲れ様です。いるねいるね。よーし。よーし。ずるいんだよな。ずっと言うとレントの稽古やっててもその求められるレベルがやっぱ高すぎて、うん、こうオーディションで全てを出し切った上で今レントにいるけどやっぱ求められるのはもっと上のことだから、うん、難しいなと思います。なんかこの間雑誌の取材を受けた時に今多いんですってこの世代の人たちがちゃんと全部揃わないと全部できないっていう人、メイクも衣装も揃えて照明も入ってじゃないと本気を出してるつもりなんだけど、うん、実際舞台に立つとやっぱもっと本気が出るっていう感覚の人が多いんですって、うん、でも俺もそうなんですよ、うん、稽古場からそれができてたらもっとお客さん入った時にまた上がるじゃんっていうのがあるんですけど今そこにぶち当たってますね、うん、特にエンジェルなんてその、うん見栄えも相当変わりますしその恥ずかしさというかなりきるっていうことに対しての壁をどうぶち破るかっていう、うんうん、そことの戦いです。今はガスガス来るやん。平間やるやんガスガス来るやん。いやでもゴリもですよさすがに受けるものはいっぱいあってゴリがいたからあそこまで泣けるっていうのもあの言うやん。何か一個吹っ切れた時があってそれがなんかあこれだみたいなのがありました。初日から違ったよね。なんか出ちゃったんですよね。そしたら村井くんとかも気づいてくれてそのなんか全然楽しんでてすごかったみたいな。なるほど。じゃあ自分の感覚のまま自然と出ちゃったものがそれがエンジェルだったらいいんじゃないかっていう。とにかく空気感じて目見て人のことを見てそれで出ちゃったものでいいんじゃないっていう自然に入れるようにそれこそ自分自身も自然っていつも言ってるんですけどそのまんま舞台上で入れたらいいかなと思ってます。今日はそうですね、地球ゴージャスのいよいよ制作発表ですね。緊張します、こういうのが一番。はい、準備の方お願いします。あー、すいません。なんかウエストがやっぱりちょっと落ちちゃってるから、このこっちの方がなんか、うん、なんかね、うん、いいと思う。いいですね、はい。あー、服がカッチリすると余計緊張するなーとか言って普通にのリュウジロウとかも超久々かもしれないです。マジで？普通ぶりだ。プレステージも行けてないし。これで。どうですか？うん。おはようございます。おはようございます。あ、安心する顔がいっぱいいる。ほら言ったでしょ。今ちょうど言ったよ。そうちゃん。そうちゃん今日楽屋終わりを見て、あ、安心した。今日安心した。こっち見ようかな。
今日のそうちゃんのスケジュールがすごすぎてやばいですね。本当だよね、本番やるからね。え？そのスケジュール。今日はですね、朝早く入ってもらってから、まずは地球ゴージャスの記者発表を、やっていただきます。それからですね、取材を何本か受けていただいてから、僕ら突撃インタビューもですね、はい、受けていただいて、レントの、はい、すぐ近所でやってますんで。やってますね。すぐそこでやってます、ね。もらってから。まだちょっと申し訳ないんですけど戻ってきてもらいの僕らと共に取材を受けてもらうという流れになってます。あ、一緒だ、やった一緒に取材だやったぜ。やります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。出演の話、決定を受けての感想っていかがでしたか？そうですね、なんかドッキリみたいに五郎さんからお前今回出るぞってこう教えてもらって、この後本番があると思うとなんかどっちに置いていいか分かんないです。今日難しい。これの使い方大丈夫ですか？合ってます。雰囲気で大丈夫です。なんかちゃんとこうやった方がいいのかなと思ったり不安です本当ですよね、はい、体力が持つか、そうですよね、はい、怖いですじゃあこちらからどうぞ。ありがとうございます。よし、こちらです。そうです。山添です。俺やんなきゃいけない、かっこ悪いからどのうちの山添です。あとちょっとですね、もう始まります。あんまり緊張しすぎないように平間宗一でございます。はい、皆様おはようございます。平間宗一です。ですね、僕は地球ゴージャスに出させていただくのは2度目になりまして、今回2度目でここのメインキャストとしてここに来れてることを嬉しく思います。いろいろと頑張っていきたいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、肉がいいんだよ。寺さんどっちにしますか？これだな、サバの塩焼きかな。いいですね。あ、ちょっと待って、でもちょっと さすがですよ、裕次郎さんとイマッチは尊敬してます、ね、あの感じ、さすがです。ああ、そうだよ。ありがとうございます。頑張ってです。これで、あ、ちょっと待って、はい、先日あるので、ちょっと待ってください。じゃあ、頑張って頑張っていきます。今日はね、宣伝口の2人も感激了解です、はい、させていただきます。はい、こちらから、はい、はい、じゃあお願いします。お疲れ様です。